巨額 M&A で、米国加速、全米5位へ。こんばんは。ふくりでふえるです。今回のテーマは、M&A を積極推進の積水ハウスです。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、積水ハウスの決算が出ました。2、 積極的な M&A について。3、積水ハウスは今後どうなるまずは、積水ハウスの決算から。積水ハウスは、住宅業界のトップメーカー、都市開発、海外事業にも注力しています。小建て住宅やアパート、マンションといった賃貸住宅など、鉄骨系プレハブ住宅を中心とし、 中高級住宅路線で展開する住宅メーカー最大手、都市再開発やリフォーム、国際事業などにも注力しています。その積水ハウスが24年1月期の本決算を発表。積水ハウスは1月決算企業なので2月始まりの1月締めという珍しい決算期。ややこしいので24年1月期は 企業側が示している通り23年度という説明でいきます。それでは決算いってみよう。23年度の着地は増収増益。22年度に比べて売上が6%の増収、営業利益が3.6%の増益となりました。また、基礎の会社計画に対してもそれぞれ0.9%、 23 2 2増で着地。23年3月の基礎計画から1年を通して業績の修正はしませんでしたが戸建て住宅は受注が堅調利益面は資材価格上昇の落ち着きにより昨年の価格改定による利益率改善が進みました積水ハウス自体の基礎想定よりも上振れて着地ということで 今回の決算を受けての決算印象は丸。積水ハウスのビジネスモデルを確認しておきましょう。国内事業においては3つのビジネスモデルがあります。高付加価値の住宅建物を提供し、強固な顧客基盤を構築する受け負い型ビジネス。この顧客基盤を活かしてリフォームや 人貸住宅管理などのビジネス展開をするストック型ビジネス。これらのビジネスから得た利益は良質な都市再開発や美しく住み心地の良い街づくりを行う開発型ビジネスに投資します。そして将来の成長投資と合わせて持続可能な価値創造プロセスを構築していきます。今後は国際事業においても受け負い型ビジネスのさらなる拡充により 国内同様のビジネスモデルを確立させます。では、注目の国際事業、今後はどうなるのか続いては、積極的な M&A について。積水ハウスといえば、昨今、米国での積極的な M&A が注目されています。特に24年1月に発表された積水ハウスにとって過去最大の 巨額買収となる。七千億円もの巨額を投じて。米国のハウスビルダーを買収する計画。この買収で、ライバルの住友林業。大和ハウスを抜いて。全米五位に一挙に踊り出ることになります。国内の戸建て市場は。人口減少に伴い、縮小が避けられない状況。それを見据え、日本のハウスメーカーは。 今後も人口増加が見込まれて、戸建ての需要が堅調な米国市場に相次いで進出しています。先行するのは2003年に進出した住友林業。大和ハウスは1976年に進出したものの84年に一度撤退しています。その後2017年に再進出を果たしています。そして積水ハウスも 2017年にアメリカ市場に参入アメリカ市場において積水ハウスは国内ハウスメーカー3強の中では3位でしたが今回の MDC 買収によって大逆転戸建て供給戸数のランキングでは全米5位にまで一気に躍り出ることになります米国戸建て住宅市場においては2017年からの買収により 米国西部及び南部での基盤を整備、米国南東部地域への事業エリア拡大を目指す中、MDC の買収により、同地域での事業エリアを拡大していきます。MDC は1972年に設立されたハウスビルダー、コロラド州デンバーに本社を置き、全米第11位の規模を持っています。 16州34都市で事業を展開しており、創業以来24万戸以上の良質な住宅を提供しています。積水ハウスにとっては過去最大の積極的な M&A。気になるのは財務基盤です。実際は買収完了時のバランスシートが基準となりますが、こちらは参考として、 2023年12月末時点の貸借対象表バランスシートを記載しています。これによると MDC の純資産は23年12月期時点で1ドル145円換算とすると約4900億円。積水ハウスは7000億円超で MDC を買収するため、 買収額と純資産額の差であるのれん代は少なくとも2000億円に上ると見られています。積水ハウスは日本の会計基準を採用しているため、20年以内で規則的にのれん代を消却することになる見通し、のれん代の消却だけで毎年100億円程度に上ると見られ、収益性の悪化は避けられません。では、積水ハウス、今後はどうなるのか 2024年3月現在の BER は11.1倍。現在の積水ハウスは割安なのか。今後の展望は ?2024 年以降の展望がこちら。今季2024年度は増収増益。ただし、こちらは買収の影響は入っていません。実際には MDC の買収により発生するのれんや、 ファイナンスコスト及びこの買収にあたって支払う費用などが発生するため、連結業績に与える影響については現在精査中です。この買収のクロージングは24年上期を見込んでおり、24年度の損益取り込みは限定的となるため、本格的な MDC の収益貢献は2025年からになりそうです。 単純計算ではありますが、買収完了後は、売上が1.5倍、利益は1.4倍になる見通し、それだけ今回の買収が大きいことが見て取れます。積水ハウスの株価のチャートがこちら。21年以降、株価はきれいな右肩上がり傾向が続いています。買収が発表されたことで、一時的に株価はキュッと上がりましたが、 その後、財務基盤の収益悪化などが懸念され、一旦は株価は下がりました。ただし、中長期的なシナジー効果が勘案されると、株価はもう一度上を目指す展開となっています。積水ハウスの今回の買収は過去最大の7000億円。この買収が吉と出るか凶と出るか、もちろん積水ハウスは、 今後の事業展望を目指しての積極的な買収になるわけですが、これが爆地となるのか、それともということで、今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を